はい、用水川のね掘り下り終了です。で最初にね、言いましたように、結構ね草が雑草が生えてきましてね、土がマットのようになってました。ですから U 字工とこの土の間にねスコップを入れるとねベリッとこう一塊にね、剥がれてきて結構作業の方は楽でした。はい、終了です。用水川の掘り下り終了です。でこの後ね、水口のあぜの補修になります。